皆さんおはようございます。ティラミスです。今起きて20分ぐらいで動画撮ってるんですけど、非常に眠たいです。眠いんですけど、動画撮った方がいいなと思って、というのが最近すごい重大なことに気づいてしまって、起きて何かしようっていう時に、まあまだ眠いし2時間ぐらいダラダラしてから動画撮ろうかなみたいなのが多くて、それってすごい時間の無駄っていうことに気づいたんですよ。もうだったらスプラトゥーンすれば多分目覚めるし、時間の無駄も減るから、それが一番最強なんじゃないかっていう。もう問いつつね、僕はいつも布団と結婚しちゃうんですけど、今日は、ちょっとやる気になったんで。でも眠い時でもスプラトゥーン、マジで楽しいな。で、目を覚ますために、クワッド使ってます。この武器、前線でとにかくキルする武器なんで、これだったら一番目覚めやすいかな、みたいな。てか、もうすでに覚めてきてる。キルしたら、どんどん目開いてく感じあるな。ゴリゴリ突っ込むの楽しすぎる。てか今日、おぉ、手首が痛いな。今日エイリアンに殺される夢見たんですけど、怖すぎる。結構物騒な夢を僕見るんですけど、何か直し方があったらね、募集してます。もっと楽しい夢見たいわ。なんか殺人鬼とか、物騒な夢しか見ないんだけど、何なんだ。1枚持っていけるかな。オッケーオッケー。これ、ご利用しすぎるな。クワットっていう感じ。で、ギアは、いつもはゾンビステージャンなんですけど、ゾンビ怪物で。怪物つけると、インクアーマーを一発で壊せるようになるみたいな感じで、要するに対面がちょっと強くなるみたいな、らしいので、試そうかなっていう。いや、復活短縮早っ。絶対目覚める。これ、目覚めないわけがない。復活が早すぎて、暇な時間がない。オッケー。いやー、すまん。今頑張れば持ってけたな。リードされるかな、アサリが。でも相手、これでゼロだと思うから、リードはされたくない。任せろ。適当に突っ込んで、OK。ナイスナイス。ギリギリリードされなかったのでかい。で、これは、もう突っ込んじゃう。と言いつつ、ちょっと牽制をして突っ込んじゃう。アーマー神。OK。手前いるのか。で、しっかり処理して。これ狙っちゃおう。アサリ今から集めて入れて、じゃあちょっと間に合わない気がする。ロボットボムで着地狩り。行くなー。ロボットボム変なとこ行ったんだけど、ふざけんなって今、着地狩ろうと思って、投げたら、若葉の方行っちゃったんだけど、お茶目なロボットボムなんだけど、俺の。てかさっきから、結構味方が自陣で耐えてくれるから、突っ込み放題なのが。気持ちよすぎる。1枚やってヘイトも買ったから。ナイス。これはプラスになる。え、このハイドラがやばい。ここってどこ？あ、ここでずっとチャージしてるみたいな。それは、勝てるわ。ハイドラがあの上で一生防衛して、俺がずっと突っ込むっていうさ、相手からしたらマジで地獄だと思うんだけど。いや、いいよ、いいよ、ハイドラ、そこで、マジで守ってくれ。俺が、もう突っ込みまくる。最強のコンビネーションだ。こっちのチーム。攻めても大丈夫っていうのが分かったから、もうガンガン行く、さっきよりも。しっかり守ってくれてるっていうのが、もうあのポジションから伝わったから。いや、ごめん。しかしゾンビ、そしてハイドラ君はもういつもここにいると。マジで右の守りや。任せた。俺が攻める。でも俺結構やばいな。相手アサリ22個か。
あ、1枚持ってってるから。いや、信じろ。大丈夫。ハイドラがいる。いないわ。やられてるわ。やばいか。いや、頼む。頑張る、頑張る、頑張ろう。みんな強い、みんな強い。ハイドラだけじゃなくて、全然。このチーム、防衛が硬すぎる。勝っただろ。ナイス、ナイス、ナイス。ナイス。最強すぎる、これ。ハイドラがあの高台から一生守って、俺が永遠に突っ込むっていう、相手からしたら、絶対きついでしょ。突っ込んでくるクワッと倒したと思ったら、あの最強の守りのハイドラがいるわけだからね。ホッケのハイドラって、強いんだな。てか今月、もう二十何日とかなのに、アサリの兵卒が、軽率？軽率な？うん。アサリの軽率が終わってないんだけど。そう、全勝目指すわ。で、あのハイドラ見たら、使うしかないよね。クワッと使おうと思ってたけど、完全にもう目覚めたし、寝起きっていうことすっかり忘れてた。さっきの試合が熱すぎて。さっきのハイドラが、あそこの上のポジションが最強っていうのを教えてくれたから、それを真似する。ここから、ぴょんと。これでさ、来た敵、全員倒せるんじゃねみたいな。待って、2落ちか。いや、すまん。今、シャシャって前出たのが悪かったな。さっきのあのハイドラを信じて、あの高台から降りなかったらさ、防衛できた説ある。え、しっかりしよう。頑張るわ。あのハイドラの意志を俺は継ぐんだ。俺は固定砲台になる。ホッケのハイドラは、強い。やべえって。なんもしてない。ゼロギル。ネスなんだけど。ホッケハイドラ、手前処理が大変すぎる。もういないよな。さすがに。オッケー、ナイス。味方が対面してくれたおかげで、キルできた。オッケー、手前にさえ敵いなかったら結構キル取れると思う。でバブルはハイドラ火力高いから結構早く壊せる。じゃあ OK、 64は全然いける。それできれば倒したいけど、ああこの一戦マジでやばい。俺に対する殺意が。そしてこの最強ポジション。てかなんだこのビーコン。ここはアーマーあるから攻めたいな。守りが強いって言っても、守ってるだけじゃ勝てないから。リードしてから守りの体勢入りたいよね。あのポジションに。OK、ハイドラ、強っ。アサリ入れて、ここも結構強いんじゃないか。いや、ジェッパ怖いからちょっと降りよう。味方の足場もちょっと塗りつつ。あ、もう頭まる。ギア一応乗っとくんですけど、守るんだったらスペゾー強いかなと思って、一足とかちょっと削ってワーマーで味方サポートしようっていう感じ。滅びのバーストスリーム。いや、思ったよりバブルそんな壊せないんだけど怪物積んでるからもっと一瞬でバブル消せるのかなと思ったら、思ったよりも壊せない。なんだこのビーコン。これ上だよね。このビーコン強くね。ここ飛びまくってさ、俺がこうやって守れば。オッケーオッケーオッケー。いや、降りない、降りない、絶対降りない。降りなければいいんだよ。変にキル取れるかもと言って降りたらやられるんだよ。うん、降りちゃった。今のなんか絶対やれるでしょと思って。おー、トラップで。いや、なんかダメだな。なんか、守る、降りなくていいんだけど、降りちゃう。それを抑えないとダメなのか、ここ。暇だけど、暇だけどマジで降りない方がいいかもしれん。ナイス。味方、前ヘイト買ってくれてるから。攻めよう。これは味方の
攻めを無駄にしないために。ナイスナイス。オッケー。ちょっと今、イカイドウで来てるかなとは思ったから。アイドラマジ強えな。最初結構やられてたけど、後半は、キル取れてる気がする。てか相手の射程が短いから、これはハイドラが刺さってるな。相手にチャーとかいたらきついんだけど。オッケー。待って、味方めっちゃオッパッピーオッパッピー言ってるんだけど、待って。いや、これガチャサリ入れなくてもいいな。こっち、ノックアウトできないと思うんだよね。もう頑張ってガチャサリ入れたとしても。負け筋として、キル負けしすぎて相手に入れられることだから、ここをアサリ意識じゃなくて、キル負けない意識で入れなくてもよかったと思う。まあ、ここのビーコン置いてくれるのマジありがてえな。ホッケのこのポジ、前でぶっ壊れたな。ハイドラじゃなくてブラスターとかでも上いたら強そうじゃない?ナイス。これはさっきのハイドラントの石、告げたんじゃない?20キルぐらいできた気がする。ホッケのハイドラ、マジ強いな。一直線だから、めっちゃキルしやすい。これで計測も9勝だから、あと1勝も頑張りたいな。オッケー、23キル。ハイドラマジでキル伸びやすい。いや、ここでモズク農園か。ホッケ来て欲しかったな。ホッケの立ち回りは完全に理解できたけど、モズクハイドラとか使うの何兆年ぶりだよっていう。ザップザップか。こっち編成あんま強くないね。相手はザップザップで結構前出ようと思えば出れるけど、こっち若葉ザップバリアブルっていう前出れる武器があんまりいないから、ちょっと頑張んないとだな。でも多分モズクのハイドラも使ったことがないとは言っても、この金網で結構無双できるような気がするから、基本上で立ち回りたいな。いや、惜しい。今見てないふりしてたのに。やべ、どうなってるんだ、これ。やばい!なんか全部いる、全部いる。横もいるし、下もいるし、前もいるし、みたいな。パンクしたわ。でもこんな感じで、攻めれる武器がこっちいないから、ハイドラントでも結構ゴリゴリ、いっていい気がする。味方に前線武器がいる時に、ハイドラで攻める立ち回りって、あんまり良くないと思うんだけど、これは、味方がみんな、中衛武器とか後衛武器だから、前出れるタイミングがあったらハイドラでガンガン詰めていきたい。オッケー。スペゾー強いな。アーマーの回転率が。めっちゃいい気がする。もう溜まるし。ナイスアーマー。こっちアーマー3枚か。人数有利だからここで攻めたいな。危ね。なかなか連携が取れないな。相手の動きが硬い。さっきの部屋は、相手が結構単射程多かったから来た敵、しばけまくればいいだったんだけど、相手からなかなか来ないね。いやー、今のやれたな、相手。結構甘えて今前出てくれたのに。やばい!そのビームはえぐい。はい、これはマジで。ハイドラの天敵だから。オッケー。ここ人数有利だし、いけないかな。強い、今の。入れろ、入れろ、入れろ。めっちゃぶちまかってる。任せるわ、集めるの。ここで、かなり、倒せると思う。オッケー。やばい、なんだこの武器、強すぎる。小回り効かないから難しそうに見えて、キルスピードが速すぎて、打ち合いの読み合いとか負けても、ゴリ押しできたりするから、マジで強い。キルスピードと射程押し付けてただけだったから、最後。よし、これで計測、3勝できたから、前の時間軸の俺が、勝ってれば2600とかワンチャン、行く気がする。頼む、前の時間軸の俺頑張っててくれ。
いや、微妙に。前、アサリやってた時、俺、結構負けてたんだろうな、2400ってことは、参照して。あ、低くはないな、2400は。ナイス。何がナイスか、あんまわかんないけど。